1993年鈴鹿8時間耐久レース、辻本里氏は、大阪府出身のオートバイレーサー、レーシングドライバー、モータースポーツ解説者。国際 A 級に昇格し、吉村鈴木チームに移籍した1985年に、才能を開花させ、全日本ロードレース選手権 TTF1 シリーズチャンピオンを獲得。翌1986年には、 シーズン序盤に足を骨折したもののシリーズに連覇を果たした。また同年の鈴鹿8時間耐久ロードレースでは、ケビン・シュアンツと組んで3位表彰台に立った。1987年にはアメリカに渡り、3月に開催されたデートな200マイルレースで2位に入る活躍を見せる。アマ・スーパーバイク選手権に前線出場する予定であったが、開幕戦で、 チームメイトのシュワンツの転倒に巻き込まれ、首に大きなダメージを負ってしまった。この怪我が原因で世界を舞台にした活躍チャンスを失ってしまった。その後徐々に怪我から回復し、鈴木のワークスライダーとして、RGV ガンマ500を買って全日本、ロードレース選手権、GP500 クラスを戦った。1992年からは、AM、PM のスポンサードを得て、 マシンをホンダに変更、鈴鹿八体では1993年にアーブ金本のチームで RVF を買ってエディローソンと組み2位表彰台に立った。1995年には HRC チームで伊藤新一と組んで再び2位を獲得した。1996年からはドライダーとして四輪レースにも挑戦を開始、1998年には ホンダシビックタイプ R を買ってスーパー耐久シリーズにフル参戦した。第5戦、トカチ24時間レースで上位クラスのスカイライン GT-R 等を差し置いてスーパー耐久勢トップで完走を果たす等の活躍を見せ ST-4 クラスシリーズチャンピオンを獲得した。ちなみにこの年辻元が乗ったギャザーズドライダーシビックはプレイステーション2のレースゲーム。 グランツーリスも4に収録されている。2002年には、自身11回目となる、鈴鹿8体出場を果たした。42歳の辻元は、岩き光一率いるチーム岩きから、18歳の高橋、勇気をチームメイトに SP、VTR1000SP-2 を借り、総合30位で完走を果たした。モータースポーツ関連番組の司会者、 解説者としても活躍しており、モートジッピー関連では、日テレ G での生中継と、ウィックビジュアルビューローが発売する、日本語版公式 DVD での解説を務める、傍ら、横須賀で、カフェピロータモートを経営している。2021年は全日本ロードレース選手権、JSB1000 クラスに参戦している、津田和馬が所属する、ベビーフェイスパワードバイ。 吉村のチーム監督に就任した。すべて日本 GP 一戦のみのスポット参戦。ありがとうございます。